ども、映画大好き VTuber の床屋もこです。床屋もこの映画100本ノック、111本目の映画はこちら。新幹線半島ファイナルステージということで、この作品について紹介します。この作品は大ヒット韓国ゾンビ映画新幹線ファイナルエクスプレスの続編になります。今回は先行上映に行き、全国ロードショーに先駆けて鑑賞してきたので、作品の魅力を語っていきます。前作は韓国を舞台に、ゾンビ世界が訪れてしまった瞬間、ちょうど妻に会いに行くために娘と新幹線に乗っていた男が主人公でした。ゾンビ映画の中でも暴走する列車の中での感染拡大、かつ武器もほぼない状態で戦うという縛りプレイ系ゾンビ映画ですね。極限状態で人がどう振る舞うのかに焦点を当てた、人間の黒い部分をドロドロに煮詰めたみたいな魅力がありました。今回の新幹線半島は前作の4年後が舞台になっています。冒頭でさらっと説明されるんですが、前作のゾンビたちは何らかの感染症によって生み出されたものの、世界にはウイルスが広まらず、韓国国内での封じ込めに成功したというところから始まります。そして今回の主人公は家族を失い、韓国最後の生き残りとして香港に亡命した男です。この男が韓国国内に残された札束2000万ドルを回収するために崩壊した韓国国内へと向かって行き、そこで生存者を見つけて物語が展開していくというお話になっています。今回の私の個人的な評価は星 4.0。 前作から大きく世界観を広げたガンアクション、カーアクションありのゾンビアクション大作になっていました。ウォーキングデッドのような大きな世界を感じられるようなスケール感と、まあ、途中カイジのデスゲームみたいのが始まったり、最後はマッドマックス怒りのデスロードみたいになっていく、とにかくエンタメ要素マシマシの対策だと思いました。で、感想としてはマジでアクションがかっこよかったです。私はね、前回の縛りプレイ的なゾンビ映画かなり好きだったんですよ。目の前にあるもので戦うって結構いいなと思ってて、で、特に前作で言うとマドンソクさんの素手でゾンビをぶちのめす姿にはめちゃくちゃ興奮しまして、もうこれがかっこよすぎてね、マドンソクさんアベンジャーズ入りとか言われてるぐらい活躍してるんですけども、まあそしてね、無限列車編もヒットしましたが、そもそも列車で戦うっていう縛りプレイ自体も面白いんですよね。なので序盤普通にカンドンオンさんがガチガチの装備でガンアクションを始めた時は、あ、今回は縛りプレイなしなのかとも思っちゃったんですけど、すぐにスケールアップしたアクション映画なのだと気づいて心をつかまれました。なんといってもカーチェイスが楽しかったです。ゾンビでカーチェイスって思うかもしれないんですけども、マッドマックス的なカーチェイスを少女がやっていました。マジです。でも少女のカーチェイスと、まあ幼女の可愛いカーチェイスがあるんですけど、どちらもねワクワクして私は楽しみました。で、お話としては前作を見ていなくても楽しめる作りだと思うんですが、ゾンビの属性などは前作を引き継いでいるので知っていた方が楽しめるかもしれないです。特にハリウッド系でよくあるゾンビとの大きな違いとして、私は新幹線のゾンビ、とにかく動きが早いところが怖いと思っています。このあたりの解説、パンフレットの最後に伊藤美和さんのゾンビ映画の系譜と43本のゾンビという文章が載っていて、これがすごくわかりやすかったので、気になる方はぜひ読んでいただきたいんですけれども、本当にね、新幹線のゾンビって動きが早いのが怖いんですよ。で、今回もその超スピードゾンビアクションが最高に楽しかったです。で、今韓国ゾンビ映画もどんどん作られていて、先日ネットフリックスで公開されたハッシュタグ生きているなんかも話題ですよね。ぜひね、ゾンビの動き注目してほしいなと思います。ちなみに遅すぎるゾンビっていうところで言うと、私はロンドンゾンビ機構っていう映画をおすすめしたいと思います。おじいちゃんとゾンビが追いかけっこするシーンがあるんですけど、まあ、そこは結構ね、和んだりするので、私は好きな映画でした。で、私ってゾンビ映画は極限状態で生存者たちがどう行動するのかっていう究極の人間ドラマ的な部分に良さがあると思っていて、ただ今
回は、まあ、ウォーキングデッドでいうところのシーズン3とか4とかみたいな、まあ、人々がゾンビにそれなりに慣れていて、生存戦略も見えているみたいなところからスタートしていたりもして、そこまで追い詰められすぎてはいないんですよね。で、さらに、主人公がそもそも韓国にお金を取りに行くっていうその動機もちょっと弱かったり、他の登場人物たちもそこまで掘り下げて描いてはもらえていなかったりと、極限状態の中の人間ドラマとしては、前作の方が良かったかなと思ってしまいました。絶対絶命のシチュエーションで、主人公が成長していくとか、究極の選択を目の前にした時のカタルシスみたいなところが今作にはちょっと足りなかったような気がします。しかしね、今回は何と言っても荒廃した街の世界観がすごくかっこよく描かれていたり、アクションが最高だったりしますので、このビッグなね、スケール感を映画館で楽しむんだっていう感じで見ていたらすごく楽しかったです。そしてラストの展開は触れてしまうとネタバレになるので多くは語れないんですが、中盤の人間ドラマ不足は若干あれど、最後はドラマチックな展開で思わず泣いてしまいました。特に子役の演技っていうのに泣かされましたね。これはぜひ劇場で確かめてほしいです。そして私はゾンビ映画を結構直近で一気にいろいろ見てきたというところもあって、どうしても見てる時にね、こう死亡フラグを探しちゃうところがあったりとか、いやまあこれ良くないなと思うんですけども、ただね、どんな展開が来るか予想しながら見るみたいなことをやってしまいまして、もう見た後にね、誰かにとにかくこの内容を語りたくなってしまいまして、なのでこれぜひね、見た方は教えていただきたいなと思うし、語れる人とね、一緒に見たらより楽しいんじゃないかななんて思ったりしました。あと、まあこれはあんまり本編とは関係ないかもしれないんですけども、ちょっと私ね、最近リロードがかなり性癖に刺さることに気づいてしまいまして、これすごい恥ずかしいんですけど、今回ね、ものすごく刺さるリロードがね、一回あったんですよ。これ多分ね、まあ、伝わらないと、伝わるかな、これもうリロードがとにかくかっこよくてですね、まあ、ジョン・ウィックとかイコライザーとかキングスマンとか、まあ、その辺のアクション映画をね、こう一気に見た時に刺さってたんだと思うんですけども、今回映画館で結構理想なリロードを目の前にしてかなり胸キュンしまして、ちょっと恥ずかしすぎて若干下を見るっていう瞬間がありました。いや本当にね、めちゃくちゃ燃えたんですよはい、伝わるといいなこれな。はい、ということで、韓国アクションゾンビ映画大作楽しかったです。もうアクションがいいので、とにかくぜひね、映画館で見て楽しんでほしいなと思います。で、1月1日から全国ロードショーなので、まあ、新年にね、ぜひゾンビ映画見てほしいなと思います。新幹線で映画始めなんて方もいらっしゃるのかな、どうですかね。見た方の感想コメントとっても楽しみにしています。よかったら高評価やチャンネル登録もよろしくお願いします。ということで、また次の動画や配信でお会いできたら嬉しいです。ありがとうございました。バイバーイ。